ライデン瓶4つのライデン瓶のバッテリーミュージアム防ホ部においてライデン瓶は静電気を蓄える装置1746年にオランダのピーテル・ファン・ミュッセンブルークがガラス瓶と水を使い電気を貯める仕組みを発見し不要な部分が取られ発明されたとされるがこのような器具で静電気を貯めることができることはその3ヶ月前にエンポメラニア出身の牧師へバルト ゲオルク・フォンクライストが発見している。ガラス瓶の内側と外側を金属でコーティングしたもので、内側のコーティングは金属製の鎖を通して終端が金属球となっているロットに接続される。通常、電極とプレートで構成され、これらが2つの電気電動体となる。これらが有電体によって切り離され、そこに電圧をかけると電荷が溜まることになる。 原理的にはコンデンサと同じである。当初はガラス瓶の中に電気が溜まると考えられていたが、実際には上に示したように絶縁された二つの胴体の表面に溜まっているのであって、その間の空間には電気エネルギーが溜まっていることになる。雷電瓶は一度に数千ボルトの電圧を発生することができるが、電流が小さいため強く感じることはない。 このような仕組みで静電気を発生している。瓶の内側と外側に金属の膜を張ったガラス瓶に鎖のついた真鍮の金属球を刺して内側の金属の膜と接触させる。刺した金属球の先に摩擦器電気で帯電させた導体を触れさせる。ガラスを挟んだ金属の膜同士が帯電する。金属球の先から溜まった静電気を一気に放電させる。 オランダのライデン大学で発明されたため、ライデン瓶の名がある。平賀が源内が復元したことで知られるエレキテルに摩擦で生じた静電気を貯める機構として、鉄くずを中に満たしたライデン瓶が用いられている。数メートルもある摩擦気電気と25本ものライデン瓶を使ったマールムの気電気という巨大な装置にも使われた。これらの実験に使われた。静電容量は、 フラスコに鈴箔と真鍮の削りくずを入れたもので 250pf プラスチックコップ2個にアルミ箔を巻き付けて作った大電瓶の電気容量は 100pf 以下、大電電圧は約 10kV 程度と見積もられる。現在の電子回路に使われているコンデンサと比較するとそれほど大きなものではない。しかし高い電圧を加えることによって多量の電荷を蓄えることが可能で、 使い方によっては、感電を生じさせるほどの威力を持っている。コップを使用した簡易版雷電瓶を作ることができる。ガラス瓶を、コップ、鈴箔を、アルミホイル、摩擦器電気を、塩ビパイプとティッシュで代用している。植えたに夫婦。歴史に残るには、訳がある。実験器具の愉快な博物館ビーカー君とすごい、先輩たち。成分同振興者。 ISBN 978から4から416619681ありがとうございます。